中川敏郎は日本の作曲家、ピアニスト、東京都中野区出身、東邦学園大学音楽学部作曲家卒業。作曲を三好明、ピアノ末光正生森安陽子隠しに指示。70歳になるジョンケージを迎えて行われたミュージック o d a y 82の一環として開催された10周年記念国際作曲コンクールで自作し、 自演を行った作品において第一位を獲得、ジョン・ケージにも高く評価される。1988年村松賞、及びグループ、アール・レスピランの一員として、中島健造音楽賞を受賞。現在、日本現代音楽協会理事、日本作曲家協議会常務理事、作曲家団体新新会会員、CM 音楽の分野でも受賞多数。 1999年から2001年まで、神奈川県立音楽堂のレジデントアーティストグループ、トリオデュモンドを、バイオリン、こと、ピアノという異例の編成で結成し、話題となる。2005年、曽我部清則、松平隆と共に、双子座三重相談を結成。今までの他のコラボレーションの相手には、コントラバス奏者、池松博史。 方角林増え方の福原通るダンスカンパニーパパタラフマラの演出家小池博士映画千と千尋の神隠しの主題歌で知られる作曲家歌手の木村由美などの各しがいる東芝 EMI からウーロン茶の CM ばかり集めたチャイピアノソロアルバムを兼ねた作品集心に歌おう クラシックの名曲の中国楽器によるカバーアルバムチャイクラシックをリリース。ありがとうございます。